ニウス、どうしたの？尾行されています。え？出てきたらどうです？よくぞ気づいたと言わねばなるまいな。あなたは？ユガの忍び、フリディカ。アストリッド殿下にお仕えしている。皇妃殿下が我々を尾行しろと。いな、これは我の独断だ。我はそなたらの素性を疑っている。未来から来たなどと荒唐無稽な虚言を弄し、殿下をたばかっているのではないかとね。そういうことですか。確かに逆の立場だったら僕も疑うかもしれないな。殿下は旧国の戦女神として民の敬愛を一身に集めておられる。故に残念なことだが、老いた貴族どもの中には殿下を快く思っておらぬ者も皆無とは言えぬ。そなたらがそのような者どもの手先でないと確信できればよし、そうでないなら監視を解くわけにはいかぬ。と言われても、この時代忍術を使えるのはあなた方ユガの忍者だけのはずです。しかり我らは余人に奥義を明かしておらぬ。ですが私は忍術を使えます。これは我々が別の時代から来たことの証明になると思いますが。まことであるならばな。見せていただこう。と見せていただいた。あれは紛れもなくユガの忍術。アストリッド殿下のお客人に無用の疑いを抱いた無礼、お許しいただきたい。いえ、分かってもらえればいいんです。それでは我の気が済みませぬ。殿下より粛清の件は賜っております。仮に我も粛清であるならば。これはフリディカさんも粛清なんだ。あなたの技、確かに受け取りました。感謝します。礼には及びませぬ。では我はこれにて。
ハドモスさん、巨獣の骨のスケールホールドからこんな槍もらったんですけど。ああ、槍だと。ああ、見せてみな。お、待て、この鍛え方は見覚えが。ああ、これ粛清の。脅かしやがって。しかしこいつは間違いねえ。ペルジドって僧兵の槍と同じ鍛え方だ。じゃあこれはペルジドさんの弟さん、確かエンヘバドさんって言いましたっけ。その人が200年後の僕たちに伝わるように残してくれた槍だったんですね。そうらしいな。やってくれるじゃねえか。もう礼も言えねえが、ありがたく使わせてもらうぜ。あなたはユガの忍者ですか？忍者確認。皇妃殿下の通達に合致。忍術伝達用意。え？アストリッド殿下から我々に忍術を伝えよと通達があったと。アストリッドさんが？そちらの方、お名前だけでも聞かせていただけますか？サティアか。ではサティアカ殿、あなたの忍術拝見しましょう。同行。ついてきて修行せよと。わかりました。よくわかるね。
湯加減流忍術。確かに受け取りました。接触終了。あ、消えた。役目は終わったということでしょう。僕からもお礼を言いたかったんだけどな。
おりゃ、真剣勝負の結果です。恨まないで。のう、シルリスちゃんや、もう少し近くに寄ってもいいじゃろう。それは構いませんけど、お命の保証はできませんよ。おお、私、近くで邪気を感じると体が勝手に剣を抜いてしまうこともありますから。ならば問題なかろう。このノルバノス、邪気など一辺たりとも持ち合わせておらん。清廉潔白の権化のごとき聖人だからの。まあ、ご冗談を。今も邪気が溢れ出ているじゃありませんか。何やら桃色に渦巻く邪気が。何のことじゃろうの。せっかく期待の美少女剣士と二人きりじゃというのに、そばに寄ることもできんとは。聞こえてますよ、ノルバノス様。お客様がいらっしゃるんですから、煩悩をそのまま声に出すのは控えてください。お客様じゃと。ようこそ。気づいてたんですか。ええ、マクシモス様から伺った方たちだってすぐに分かったわ。おお、ではお主らが未来からの来訪者か。この目でそのような脅威を目にすることができようとは。しかも見目麗しい娘を同伴しておるとは。よき。かなよかな。は？む？むむむ？お主、シルリスちゃんに似ておらんか？そうですね。私も少し感じていました。僕もシルリスさんは母さんに似てる気がします。
もしかしたらあなた、私の子孫かもしれないわね。そうか、わしとシルディスちゃんの子孫か。ノルバノス様、お客様に失礼ですよ。どういう意味じゃ。ごめんなさいね、せっかく来てくれたのに。ご覧の通り、ノルバノス様は頭の中に桃色の邪気が詰まっているような人だけど、これでもアイオニア屈指の魔術学者なの。じゃあアストリッドさんが言ってた英知の館の関係者って。わしのことじゃが、何か文句があるかな。いえ。それでわざわざ200年後から訪ねてきて、英知の館の何を知りたいんじゃ。この時代には英知の館でテラスファルマを飼っていますか。なんですって。 お主、どこでそれを。ノルバナス様、本当なんですか。しまった。やっぱり飼ってるんですね。仕方ないの、飼っておる、というわけではない。弱点を探るための研究材料として捕獲した個体を封印しておるだけじゃ。100年後に備えるためにな。でもあんな恐ろしい化け物を。じゃからこそ人が近づかんような施設でやっておるんじゃよ。もっとも近いうちによそへ移すとかいう話が出ておるようじゃがな。どこへです。そこまではわしも知らん。それじゃあ、あの噂も。噂？この近くの洞窟で奇妙な怪物を見たって報告があったの。それで念のため私がノルバノス様の護衛についているんだけど。何を考えておる。テラスファルマの封印は万全じゃ。英知の館から逃げ出すことなどありえん。それにもし仮にそうじゃったら、今頃恐ろしいことになっておるはずじゃろうが。確かにそうですね。でもテラスファルマに関わることなら放っておくわけにはいかないわ。ノルバナス様はここで待っていてください。私が行って確認してきます。なんじゃと。あなた一緒に来てくれる。え？テラスファルマがいるかもしれない洞窟へ一人で行くほどうぬぼれてはいないわ。それにマクシモス様からあなたに権利を伝えてあげてほしいって頼まれているの。やっぱりマクシモスさんが認めた剣士ってシルディスさんのことなんですね。さあどうかしら。わかりました、行きます。わしも行くぞ。危ないですよ。いや、どう考えてもここで待っておるよりシルディスちゃんのそばの方が安全じゃろう。決してシルディスちゃんが戦う姿を後ろから舐めるように見ていたいなどという理由ではないぞ。邪気を感じると体が勝手に剣を抜くって言いましたよね。だから大丈夫じゃ。わしは清廉潔白の権化じゃからの。気が抜けるな。修行の日々を。まあこれがそうなのね。はい、粛清同士で起きる力の継承
だそうです。おお、これも興味深い現象じゃな。ノルバヌス様も体験できるかもしれませんよ。おお、そうか。わしは魔術学者であると同時に魔石職人でもある。未来から魔石職人を連れてきてくれれば同じことが起きるやもしれんということじゃな。よし、この件が片付いたらぜひ連れてきてほしいものじゃ。できれば未明麗しい娘の魔石職人をのう。はあ、とにかくシルディスさん、ありがとうございました。この技があればどんな怪物が出ても戦えそうですよ。怪物探し続けましょう。いえ、このくらいでいいんじゃないかしら。え？これだけ探しても出てこないんだもの、多分テラスファルマはいないわ。奇妙な怪物っていうのはきっと他の動物を見間違えたのね。だからわしが最初にそう言うたじゃろうが。エッチの館にテラスファルマがいるなんて言われたら確認しないわけにいかないじゃないですか。それはまあそうじゃが。お疲れ様、どうもありがとう。いいんですか？ええ、もう十分よ。それにあなたたちにはあなたたちの戦いがあるのだもの。いつまでも付き合わせるわけにはいかないわ。頑張ってね。はい。Thank you.
娘が、見目麗しい娘がこれほど。この娘らが皆お主の仲間じゃと。この羨ましい小僧めが。はあ、何なの一体。なるほど、桃色の茶器の塊ですね。なあ、突き刺していいか。槍が腐るよ。まあまあ。それでどの娘が魔石職人なんじゃな。私よ。魔石職人じゃなくて魔石研究家だけど。ほっほう、これはまたみなぎる知性が魅惑的な娘さんじゃな。名前を聞かせてもらえんかの。フォルネ。そうかそうか、フォルネちゃんか。ではわしの魔石生成術を手取り足取り教えてあげようかの。いいえ、その必要はないわ。ほらね。これはシルディスちゃんの時と同じ。なぜじゃ。あの時はもっと時間がかかったではないか。わしをフォルネちゃんと親密だと死ごしると思っておったのに、これではあんまりじゃ。不思議なことを言うのね。最小限の負担と時間で結果が得られたのに、何を嘆く必要があるのかしら。良いのじゃ、もう良いのじゃ。わしの中のものがフォルネちゃんの中に入ったと思えば。なあ、やっぱり突き刺していいか。弓なら近づかないで済むわ。いや、火つけて燃やそう。油切ってますからよーく燃えそうですね。まあまあ。残ることになって本当によかったわ。でも新羅宮に内緒で隠すんだからね。
これからが大変だよ。きっと大丈夫よ。あなたも助けてくれるんでしょ？もちろんさ。君のお願いも聞いてあげられないようじゃ夫だなんて言えやしないからね、僕の可愛い奥さん。まあ、あなたったら。恥ずかしいわ。すみません。あら、どちら様かしら？まずい、逃げる。今の話を聞かれたかもしれない。え？シンラ宮に内緒で船を隠すって話だよ。まあ、そういえば、どうしましょう。ああ、ご心配なく。僕たち、船を残してくださいってお願いした張本人ですから。なんだって？じゃあ、あなたが？はい、はじめまして。まあ、そうだったの。ありがとう、あなたのおかげよ。はあ、何がですか？妻のミリエルは料理人でね、魚料理を最も得意としている。船がなくなると岸で釣れる魚しか食べられなくなるから、とても残念がっていたんだよ。はあ。ああ、すまない、自己紹介が遅くなったね。僕はアモリ、ラバレの町で薬使いをしている。こっちは妻のミリエルだ。まだ新婚一月なの。一月？じゃあ。そう、テラスファルマとの戦いが終わってすぐ結婚したんだ。そうですか、おめでとうございます。ありがとう。でもさっきの話ですけど、ここの船はもう隠してしまうんですから、魚を取るのには使えませんよ。ううん、それはいいの。私たちだけのことじゃないのよ。船がなくなっちゃったら、私たちの子供も孫もひ孫もやしゃごもずっとずっと沖の魚を食べられないわ。もしテラスファルマがいなくなって結界を解いても大丈夫な時が来てもね。そんなのってひどいと思わない？もちろん、結界がなくなればまた誰かが船を作ろうとするだろう。けれどその頃には船を作る技術も知識も失われている。最初から試行錯誤しなければならない。その時のために一隻でもいいから船を残すべきだとミリエルは考えたんだ。遠い未来の子孫まで思いやるミリエルの優しさ、僕は感動したよ。まあ、あなたったら。だってね、え、川の魚も浜の魚も美味しいけれど、沖の魚には沖の魚の美味しさがあるんだもの。私たちの子孫がそれを知ることもできなくなるなんて不幸よ。だからあなたたちには感謝しているの。職人さんたちを説得してくれてありがとう。僕からもお礼を言わせてほしい。君たちは妻の悩みを解決してくれたんだ。いえ、僕たちも船が必要だっただけですから。なあ、若奥さん、あんた魚料理が専門なんだって？あら、やだ、若奥さんなんて。ああ、おーい。あら、ごめんなさい。魚料理は一番得意だけど専門ってわけじゃないわ。肉料理だって自信あるのよ。なら大丈夫か。俺はビョルン、料理人だ。で、早速で悪いんだが、あんたの得意な肉料理教えちゃくれねえか。ああ、もしかして粛清がどうとかって方法で私にできるのかしら。なーに、できなきゃ普通に教えてくれりゃ済むことだって。そうね、それじゃあ。心配いらなかったみてえだな。
ちゃんと伝わったぜ。こいつが若奥さんの肉料理か。魚料理が一番って言うから肉はいまいちなんじゃねえかと心配してたけどよ、なかなか大したもんだ。夫が好きな料理だからいっぱい研究したもの。熱いね、まったく。じゃありがとうよ若奥さん、幸せにな。ええ、あんたも薬使いだそうじゃな。わし、モーディさんですか。はじめまして。誰がモーディさんじゃ。そんなこと言ってないですよ。まあええ、あんた粛清の話は聞いとるかの。はい、サウジンさんがこちらに来た時に不思議なこともあるものだと思いましたが。なら話は早い。もしわしの知らん薬術を持っとるなら教えてもらえんかの。あんたも粛清じゃったら一瞬じゃろ。ありがたみのない話じゃとわしも思うとるが、200年後はそんなこと言うておれん状況でな。ええ、構いませんよ。皆さんは妻の願いを叶えてくださいましたし、僕にできることでしたら何なりとご協力させていただきます。もっとも僕がモーディさんの知らない薬術を知っているかどうかも、僕が粛清かどうかもまだわかりませんが。ああ、
んたは粛清でわしの知らん薬術を持っとったようじゃな。これが粛清の間で起きるという話には聞いていましたが、驚きました。うん、あんたの術はなかなか使い勝手が良さそうじゃな。これは助かる。ありがとうさん。ああ、いえ、どういたしまして。それより200年後の状況は厳しいんでしょう。モーディさんもお気をつけて。誰がモーディさんじゃ。だから言ってないですよ。Thank you.
おいでになりましたな。ムドガラさん、その人は？はい、さようで。フェザートライブに樹石作りを教えた樹石職人で、名をチクラと申します。はじめまして。僕たちはウヌラのことはムドガラ殿から聞いておる。未来からの客人などと信じがたきことではあるが、ムドガラ殿がかようなざれ言を口にするはずもなし。どうも。ムドガラ殿はこの者たちにユガの忍術を伝えたのだな。ユガの技、ユガの魂が廃れぬよう共に手を尽くしてはもらえぬかと、わしが頼んだ時には。それを言われますと申し訳ないんですがの、わしの考えが変わったわけではございませんが、この人たちを見ておると欲が出ましてな、ついつい己の術を伝えてしまいました。前から気になってたんですけど、そのユガって何なんですか？ウヌラともアイオニア人とも血筋の違う一族とでも思うておればよい。元はといえば、忍術も呪術もわしらユガの民の独自の技であったのだ。しかしユガの民はもはや数えるほどしか生き残っておりません。おそらくあと100年もせんうちに純血のユガ人は耐えてしまうでしょうな。そんな仕方のないことでございますよ。わしはユガの民とともにユガの技や文化も消えゆくのならば、それもまたやむなしと思うておるのですが。わしは認めぬぞ。このまま滅んでなるものか。ユガの血が絶えるのは避けられぬとしても、ユガの魂だけは残さねばならぬ。ゆえにわしはフェザートライフにも樹石作りを教えたのだ。そうだったんですか。こうしてウヌラと出会えたこと、天の廃材やもしれ。ウヌラにわしの術を伝えれば、ユガの魂の一片なりと100年後にまで残すことになるのだからな。ウヌラの仲間に樹石職人がおるならば連れてくるがいい。わしの奥義を授けてくれよ。樹石職人を連れてきたのか。はい、私です。フェザートライプか。ウヌラにはすでにわしの技教えてあるが。私ではダメなのでしょうか。これは困りました。いや、まあよかろう。この時代のフェザートライブにはまだ伝えておらぬ技もある。ウヌにはそれを授けよう。
そうですか。ありがとうございます。うん、心して聞け。そもユガの樹石の真髄とは。ああ、これは新たな樹石の作り方が頭の中に。ああ、こんな樹石もあったのですか。素晴らしい。ありがとうございます。なんと、ムドガラ殿が言っていたのはこのことか。わしの長年にわたる研究の成果が、ほんの断片とはいえ、ユガの魂が今の一瞬で伝わったというのか。納得がいかん。そう言われましても、これは困りました。しかし、すでに伝わったものを忘れろというわけにもいかん。これはこれでよしとせねばならぬか。